曲を選ぶのが大変でしたわ。でも、すべてさくらちゃんのためですもの。いやー、わいってほんまにかっこええな。よっしゃ、もう一回見てやろう。ケロちゃん。でも、さくらちゃんが協力してくださったおかげで、素晴らしい映像が撮れましたわ。恥ずかしいよ。恥ずかしがってはいけませんわ。さくらちゃんはすべてのカードをさくらカードに変え、素晴らしい魔法少女に成長したんですもの。6年生になっても遅刻しまくっとんのは変わらんけどな。ケロちゃんしかしほんまにええ感じやないか。このクリエイトで作った敵もなかなかやし。クリエイト使う前に、ナオコちゃんから借りたファンタジー小説いっぱい読んだもん。ヒイラギザワくんも帰ってしまわれましたし、事件はありませんし、多少の演出、脚色は仕方ありませんわ。トモヤも悪やの。私が作ったお洋服を着ていただいて撮影するためには、手段を選びませんわ。何のカードをつこたとこ取りたいんや。ダブル、ダッシュ、フロート、フリーズ、あ、チェンジもいいですわね。わいわい嫌やで。また小僧と入れ替わるやなんて。では、ショーランか。おお、スイートなんかどうや。うまそうやないか。おい、あ、気をつけろ、また来るぞ。うん。あら、未編集のカットが残ってましたのね。おー、ワイも嘘するやないか。やっぱかっこええな。フーカ、将来今だ、早く封印するんだ。リー君が香港にお帰りになってから4ヶ月ですわね。うん、大丈夫か。うん、よかった。トモヨちゃんは知ってたんだね、シャオラン君の気持ち。はい。私だけだね、ずっと気づかなかったの。リー君はそんなふんわりなさくらちゃんだからこそ好きになられたんだと思いますわ。でもシャオラン君は私に好きだって言ってくれたけど、私まだちゃんとはお返事してないんだ。お電話かお手紙では、シャオラン君直接私に言ってくれたんだもん。私もちゃんと会って言いたい。おいー、遅刻しちゃうよ。今朝のお約束パターンかい。だって夏休み遅く起きる癖ついちゃって。制服ちゅうことは今日は登校日か。うん、なでしこ祭の準備なの。おお、あの友枝町全体でやるお祭りか。うん、友枝町の代表で6年2組で劇やるの。直子ちゃんが台本書いたんだよ。で、さくらは何の役やるんや。お姫様。おお、お姫様言うたら主役やな。なんとしてでも見に行かなかった。いやー、なんせ前はあの小僧がお姫様雇ったもんな。あら、見られたもんやなかったな。ところでさくら、その格好で学校行くんか。さくらさん、おはよう。おそよ。おはよう。おそよ、怪獣。さくら怪獣じゃないもん。まあまあ、二人とも早くしないと遅れますよ。さ、食べましょう。いただきます。
そういえば、いつもお昼からなのに、今日は早いんだね。うん、あと1週間だもん。まだうまくできないとこたくさんあるから、もっともっと練習しないと。楽しみにしていますね。怪獣が主役の劇か。なでしこ祭めちゃくちゃになるんじゃねえか。どうやくんは大学でパーラー出すからその手伝い。ゆきとさんも同じ大学だからな。わーい、行ってみようっと。お前に出すのはタバスコ入れといてやるよ。うっきー。わあ、準備ずいぶん進んでるな。巴田町全体の祭りだもんね。楽しみだよ。ここで劇やるんだよね。うー、緊張する。あ、そうだ、遅刻。お願いです、姫。どうか泣かないで。誰よりも笑顔が似合うあなた。さくらちゃん、ごめんなさい、遅れちゃって。さくらちゃん、はい。新しく入れたセリフがあるの、ちょっとやってみてくれる？うん、ここのセリフが新しいの。うん、やってみる。じゃあ山崎くん、今のところからね。はい。それじゃあスタート。お願いです、姫。どうか泣かないで。誰よりも笑顔が似合うあなたを、悲しませてしまう私を許してください。けれどこの気持ちを止めることはできない。私はあなたが好きです。私はあなたのことが。難しいよ。お姫様役なんて初めてだから緊張するし。大丈夫、さくらちゃんの演技、日に日にお姫様らしくなっていますわ。あ、そうかな。毎日練習風景を撮影させていただいている私が保証しますわ。だといいんだけど。があったところ。エリオルくん元気かな。明日帰りに行ってみましょうか。うん。まるで心が自分のものではないかのようです。あの人を好きになってはいけないのに、私は私の心を止めることができない。あの人の優しい笑顔が忘れられない。あの人に会いたい。会って私の本当の思いを告げてしまいたい。わいはまだ食べられるで。シャオランくん。リオルくんち、もうないね。そうですわね。どうなさいました？なんか気配が。気配？遊園地の中？さくらちゃん！知ってる？この気配は
さっきよ。知らせてくれたらお迎えに行ったのに、驚かせようと思って黙ってたのよ。本当にびっくりしたよ。だったら作戦成功だわ。え？なんでもない。あ、ね、劇やるのよね。そうなの。一週間後なんだけど、いられる？そのつもりよ。一緒に遊べるね。それから、この前の手紙に書いたこと、本当だからね。え？私とシャオランの婚約解消のこと。シャオラン、好きな子がいるんだって。私は、私を一番好きでいてくれる子しか嫌なの。シャオラン、告白したらしいんだけど、返事まだなんだって。シャオランは私の大事ないとこだし、うまくいくといいんだけどね。香港の学校も夏休みですの？ああ、急にメイリンが日本に行きたいって言い出して。ちょうど友枝町はお祭りですし。大道寺、メイリンとメールのやり取りしてるんだろう？ええ。メイリンを日本に誘ったのは大道寺か。ご迷惑でした。俺はさくらちゃんにお会いしたくなかったですか？そりゃ俺は。けどあいつが困るだろう。俺に返事をしないといけなくなる。メイリンちゃんたち、どこに泊まるの？大道寺さんところにお邪魔しようと思って。そうなんだ。じゃあ夕飯はうちで食べない？私頑張って作るから。ありがとう。でも私、大道寺さんとちょっと用があるのよ。そうなんです。ごめんなさい。うん、いきなり言った私が悪いの。だからシャオランにご馳走してあげて。じゃあシャオラン、夜に大道寺さん家でね。行きましょ。おい、メイリン。あのパスタでいい？夕食。ああ。メイリンちゃんは本当にお優しいんですね。だって二人とも本当にトロいんだもん。さくらちゃん、リー君にお返事できるといいんですが。そうね。座ってて、先にお茶入れるから。あ、ケーキあるんだよ、お父さんが作ってくれた。私、シャオラン君のこと。ケーキの匂いやー。ケノちゃん、ケルベロス。ああ、行動やないか。いつ帰ってきたんや。なやわいに内緒で二人でケーキ食べようとしてたんか。内緒になんかしてないよ。わい、及ばんかったやないか。夕飯の用意しなくちゃ。二人でケーキ食べてて。相変わらずの食い意地だな。頼まれても取り替えたらええんで。誰がお前と一緒にすんな。小僧のくせに何やその言い方は。誰が小僧だ。こんなかっこええワイに比べたら小僧で十分や。どけ、降りろって。小僧がおるっちゅうことは小娘も来とるんやな。
ワイのこの素敵で小粋な真の姿を小娘にも見せたらんとな。心臓がドキドキって息ができなくなっちゃうかと思っちゃったよ。でもシャオラン君に言わなきゃ。私の気持ち、せっかくまた会えたんだから。わー、ぐったぐった。ごちそうさま。味薄くなかった？いや、美味しかったよ。でもごめんね、お客様なのに手伝ってもらって。小僧はレタスちぎっただけやで。ケロちゃんは何もしなかったじゃない。ワイはケーキ組んで忙しかったからな。何それ。ワイはうまいもんに関してはいつでも真剣勝負なんや。つまり食い意地が張ってるってことだろ。やるか小僧。ケロさん、命拾いしたな小僧。どこ行くの？今日ずっと部屋でゲームやっとったさかい目がしょぼしょぼする。ちょっと早いけどもう寝るわ。けどおやつ食べるんやったら絶対呼んでや。本当にケロちゃんって食い意地張ってるな。うん。あのねさっきのことなんだけど、私ただいま。さくら、今日の夕飯は。お前、お邪魔します。ゆきとさん。こんばんは、さくらちゃん。あ、バス停まで送るよ。いい。でも大丈夫だ。じゃあ、ごちそうさま。あの、明日学校来る？ああ、山崎たちにも会いたいし。じゃあ、明日会えるね。ああ。また明日。また明日。ご機嫌斜めだね、トウヤ。あのガキ、やっぱり来やがった。でも、さくらちゃんすごく嬉しそうだった。だから腹立つんだよ。トウヤは本当にさくらちゃんが可愛くて可愛くて仕方ないんだね。うせっ。ちょっと伸びたんじゃない？ちょっとだけな。昨日も言えなかったみたいね、木の本さん。さくらちゃんのお家から戻られたリー君、特におかわりありませんでしたものね。せっかく二人きりにしてあげたのに。けれど、これでまたチャンスができましたわ。なの？さくらちゃん、告白の図を撮影するチャンスですわ。相変わら
ね、大道寺さん。おはよう。ごめん、また遅れちゃった。ギリギリセーフだよ。よかった。じゃあ始めよっか。はい。おはよう。おはよう。でもドライお姫様よね。え、せっかく告白してもらったんだからすぐ返事すればいいのに。まあタイミングとか状況とかいろいろあると思うけど、返事は早く聞きたいわよね。大変だけど勇気出さなきゃね。劇もあともう一つもね。あれ、あともう一つ。けど暑いわね。香港とどっちが暑い？そりゃ香港よ。ねえ、ジュース飲みに行かない？いいわよ、おいしいとこできたんだよ。あのね、この坂登ってポストのある角曲がれば近いんだよ。あ、待ってよ、木の本さん。されました。確かこの辺りにポストなかったっけ。さあ、私はこちらの道はあまり通れないので。撤去されたんじゃないのかな。道はこれでいいんでしょ。うん。暑いから早く行きましょう。またずっとゲームしてたの？やったー！やったー！もう切れたんだよ！わーいわーい！これで奴にギャフンと言わしたら。ならさくら、イギリスにおるエリオルんとこにまた手紙書かへんか？お手紙？おう！そうだね、シャオラン君とメイリンちゃんがこっちに来たことを知らせたいしね。ほんならワイの手紙も送ってくれ。スピにワイのタイムを教えたんねん。スピってスピネルさん？おう。エリオル君の黒猫さんと本当に仲良しなんだね。ちゃうちゃう、仲良しやない。ライバルや。え、スピめ、今度こそワイの勝ちやで。このタイムはそう簡単には破られへんで。お元気ですか？こっちは毎日暑いです。この前のお手紙で書いたなでしこ祭の準備で毎日忙しいです。劇で私が何の役をやるかなんですが、当たりです。お姫様役になりました。なんだかとても緊張します。うまくできるといいんですが。見とれすっぴそうそう、エリオルくんのお家があったあたりに今遊園地が準備中です。それから香港からシャオランくんとメイリンちゃんが来ました。シャオランくんは少し背が高くなっていました。シャオランくん、白い花が
大道士さん。あ、メイリンちゃん。シャオラン君、あのね、私。ダメだよ、トヤ。え、ユキトさん、お兄ちゃん、びっくりしたでしょ。アホ面してぼーっと突っ立ってるからだ。どうしたの？大きな声出して。ちょっとびっくりしちゃって。お詫びにみんなにアイスおごるよ。ね、トウヤ。なんで俺が？さくらちゃんの邪魔したから。待った。うん、岩下がったり行こうか。ここはオッケーね。なんで俺があのガキにまでおごんなきゃなんねんだ。半分はトウヤのお金だから。見つかった？さくらちゃんの一番好きな人。はい。よかった。もうその人には言った？まだ。そっか。でも頑張って言うつもりです。応援してるよ、きっと。もう一人の僕も。どうしたの？あ、いえ、なんか今カバンから。え？昨日のビデオであのぬいぐるみの本当の姿ってやつ見たけど、大きくなってもぬいぐるみはぬいぐるみよね。中身は全然変わらないって感じじゃない？どうした？あのね、さっき何か感じなかった？何かって、なんだ？なんかあったのか？ううん、なんでもないの。シャオラン君が感じてないなら、気のせいだと思うの。橋、なくなってるね。工事でもしてるのかしら？でも看板や注意書きがありませんでしたわ。じゃあどうしてよ。え、橋がなくなってる？うん、公園の管理の人が来てね、すごくびっくりしてたよ。そら変な話やな。エリオルはもうらんし、黒カードは全部桜カードに変わってる。妙なことが起こるはずないんやけどな。そうなのよね。とにかく何かあった時のために桜カードはちゃんと持ち歩いとき。うん。はい、もしもし。あ、メイリンちゃん。うん、そう、明日は練習お休みだよ。え？遊園地？あ、いらっしゃいましたわ。ごめんなさい。遅い。なんかいろいろ考え事してたら寝ると遅くなっちゃって。それで、まあいいわ。さあみんな早く行きましょう。大丈夫か？うん、今日こそ
そ言えるといいですね、さくらちゃん。本当よ。せっかく私が遊園地域をセッティングしてあげたんだから。けど私が日本に来てからもう5日も経つっていうのにまだ言えないなんて。やっぱり木の本さんはトロイわ。そこがまたさくらちゃんの良いところですわ。乗りたいな。木の本さんはシャオランと乗ってね。頑張るわね、大道寺さん。なんだ。私シャオラン君のこと。足元気をつけて。この気配、まさか。ここから気配がする。行こう。間違いない。これはクローカードの気配だ。クローカードは全部集めたのに、なんで？わからない。でも4日前もここで感じたのは確かにクローカードのものだった。こんなことなら羅針盤を持ってくるんだった。これは…抜ければ。うん。ない。スルーのカードがない。そんなバカな。返して、私のお友達。え、
消えてる。カードが取られてしもた？誰にや？小さな女の子、髪の長い女の子？でもあの気配は、まさか…誰やこんな緊急事態に。はい、さくらです。お久しぶりです、さくらさん。エリオル君？僕の、いや、クローリードの屋敷が取り壊されましたね。屋敷の下に封印してあったクローカードが発動しました。クローカードは全部で52枚やろ。わいはあと1枚あるやなんて知らんで。封印されたカードの存在を知っていたのはクローリードだけだ、うん、そしてそのカードが使われたことは一度もない。なんやて？それは何のカードなの？クローカードは全てプラスの力を持っています。カードは常に何かを生み出すために使われる。けれどそのカードは違います。その封印されたカードは全てを無に返してしまう。無？全てをなくしてしまう力を持っているんです。なんでそんな物騒なカード作ったんや、クローは。クローカードはものすごい魔力を持っている。しかしあまりに強い魔力は暴走や無秩序を生み出す。プラスの力があるためには同じだけのマイナスの力が必要だ。そら中国の陰陽の考え方や。陰と陽同じだけの力で引き合ってこそ自然界のバランスが取れるっちゅう。ちょ待て、その封印されとったカード1枚とクローカード52枚で同じ魔力があるっちゅうことか？そういうことだ。何？クローカードがクローカードであった時にはプラスとマイナスのバランスは保たれていました。けれど52枚のカードたちが全て桜カードになった今、残った1枚のカードの封印は完全に解けてしまったようです。私がクローリードから受け継いだ記憶が完全なものであればもっと早く知らせることができたのですが。じゃあ私が今日会ったあの女の子、それが封印されていた最後のカードです。桜さん、カードがなくなっていませんか？なくなってる。それに今日もその女の子に何枚か取られたの。街が消えていませんか？街？例えば建物とか。ポストと橋がなくなってた。それがカードの力です。そのカードは桜カードを奪うたびに桜さんの周りの何かを消し去っていきます。物や空間、そして人々。そんなのダメ、ダメだよ。エリオル、さくらさん、聞いてください。そのカードも桜カードに変えればまた均衡は保たれます。桜カードにすればいいんだね。けれどそれにはあるものを引き換えにする必要があります。あるもの？それは何？その時一番大事にしている思いです。一番大事な思い、誰のや？それはカードが選ぶより魔力の強いもの。でもさくらさん、エリオル君、エリオル君、おい、どななとね。切れたの？僕に気づいて電話線をなくしたようだ。思った以上の力だ。この結末がどうなるか知ってるの、エリオル？いや。私を守るために死んでしまうなんて、あなたがいなければ
私に幸せなどないというのに。あなたに私のこの思いも伝えればよかった。本当の思いを。講師で見たのは初めてだが、よくできてるな。二人ともすっごくよかったよ。僕は寝てるだけだもん。木本さんが上手なんだよ。そうそう、寝てるといえばね。すっごく感情こもってた。ほんとよかったよ。ありがとう。よし、いよいよ明日だ。なでしこ祭、みんなで頑張ろうな。はい。封印されていたカード、昨日の遊園地であったのがそうだって。どうすればいいのかも聞いたのか。そのカードも桜カードに変えてあげればって。でもそのためには一番大事な思いを引き換えにしないとダメなんだって。クローカードの最後の審判の時、私好きって気持ちがなくなった世界を見たけど、すごく寂しい世界だった。もうあんなの嫌だ。あんな悲しいのは絶対嫌だよ。他に方法はないのか。わからない。エリオル君の電話途中で切れちゃって。もし本当にそれしか方法がないなら仕方ないだろう。一番大事な気持ちがなくなってもいいの？そうしなければ町や人がなくなってしまうんならな。それとも、もう一人の僕の方がいいかな。もう一人の僕が、すごく心配だって言ってるから。変わるね。すごくと言ってない。お前ばかり辛い目に遭うんだ。私だけじゃないです。みんな同じです。きっとシャオラン君だって。その封印されたカードもクロが作ったものだ。クロは世に災いを起こすだけのものは作らないはずだ。うん、何か方法があるはずだ。一番大事な思いをなくさずに済む方法が。お前ならできる。大丈夫だ。ありがとう。だね。緊張するわ。いっぱい見に来てくれるといいな。でもまだクローカードが残ってたなんてね。うん、さくらちゃん顔色がよくありませんわ。昨日もあんま死ねてへんみたいやし、大丈夫か。
には相談したんでしょ。うん、これで全部か。うん、ありがとう。二人ともご苦労様。この気配はクローカード。それじゃ劇は無理だな。大丈夫ですよ。大丈夫じゃないじゃない。劇中止かな。仕方ない、中止はダメですよ。しかし山崎、その怪我じゃ。いますよね、リー君。お、ちゃんの歌終わったよ。さ、次は私たちだよ。リー君もメイリンちゃんもよろしくね。でも地上役か。セリフこれとこれだけど大丈夫だよね。わずっと練習見てたからバッチリよね、シャオラン。でもあんなことあったんや。油断できんな。うん、カードがどこに潜んどるかだけでも分かったらええんやけど。お待たせしました。早かったね。もちろんですわ。さくらちゃんのお姫様姿、この手で仕上げられなかったら一生の悔いが残りますもの。トモエはあんなことで一生もんの悔いになるんか。人それぞれですわ。日々悔いのないように生きねば。みんな、そろそろ始めるぞ。はい。すみません。あ、すみません。先生。そのみくん。あ、そこ空いてますか。ええ。友よさんの歌聞きましたか。ちゃんとビデオに撮りました。後で見たいな。カメラだけなの。ええ、さくらちゃんが主役のお姫様なのに。仕方ないわね。私が撮ったのダビングしてあげるわ。ありがとう。ただいまより、友枝小学校6年2組の生徒たちによる劇を始めたいと思います。魔法の石をめぐる戦いで姫様もお疲れでしょう。
この舞踏会はみんな仮面をつけて参加します。どうか心置きなくお楽しみください。ありがとう。でも私ダンスは得意ではないから。大丈夫です。踊りの得意な殿方と一緒に踊るのが一番の上達法ですわ。さあさあ、ダメ、やっぱり知らない人と踊るなんてできないわ。それに魔法の石の行方が気になる。魔法の石、手に入れれば不思議な力が思いのままになるという。我が国は長く隣の国とその石を争っている。争いなどなくなればいいのに。そして争いの元になる魔法の石は誰かのものになるよりなくなってしまった方がいいのかもしれない。全くです。私もそう思います。どなたでしょう。ここでは名乗らぬのが礼儀です。そうでしたわね。私仮面舞踏会は初めてで。私もです。まあ、忙しい毎日で踊るなどということを忘れていました。今日は進化の者が塞ぎ込んでばかりの私を連れ出してくれたのです。同じですわ。争いが嫌い、舞踏会は初めて。私たちは似た者同士ですね。踊っていただけますか。でも私ダンスは。私も苦手ですよ。きっと足を踏んでしまいます。ではうまく避けることにしましょう。始まっちゃってるね。なんであのガキと踊ってんだ。シャオラン、前のお姫様よりはずっとマシね。いい雰囲気ですわ。あなたが我が国と争っている隣の国の王子だったなんて。姫、どうか泣かないで。誰よりも笑顔が似合うあなたを悲しませてしまう私を許してください。けれどこの気持ちを止めることはできない。私はあなたが好きです。私はあなたの気持ちに応えることはできません。私をお嫌いですか。違います。違います。いいよ、いい感じだよ。私はます。私のこの思いはあなたにも。いえ、あなたにはどうかお願い、私のことなど忘れてしまってください。心からなくしてしまってください。姫、何？大丈夫か。この気配は。ダメ！
丈夫か？さくらちゃん、みんなが、こっちもみんな消えちゃったわよ。封印されていたカードの仕業か？みたいやな。早く桜カードに変えて、みんなを取り戻さなきゃ。俺も行く。シャオラン君。俺も行く。では、これを着てくださいな。ともよちゃん？あのね、大のおじさん、こんな時に。こんな時だからこそ着てくださいな。今までさくらちゃんが着てくださったコスチュームは、すべて私が保管しています。さくらちゃんは、どんな時も必ず笑顔で戻ってきてくださいました。私の作ったコスチュームと一緒に。だからきっと、今度も無事で帰ってきてくださいますわ。ともよちゃん。ともよちゃんの作ってくれた洋服と一緒に、頑張って帰ってくるよ。絶対。こちらは、B君に。え？一人だけ帰ってこないなんていけませんわ。これを着て、さくらちゃんを助けてあげてください。お二人とも、無事帰って記念撮影させてくださいね。うん。あ。ひどいもんや。はよ、カードのやつ探さんとな。それほど遠くじゃない。きっと、この町のどこかにいるはずだ。でも、どこを探せば。さくら、わかったで。今ので封印されとったカードのおる場所が。どこ？カードが飛んでいった先だ。遊園地？残りカードは5枚。Thank you.
あいつや。気をつけろ。タイムの魔力が弱まってる。あなたが封印されたカードで。どうしてこんなことするの。あと4枚。お願い、みんなを返して。ダメだ、タイムが消えるぞ。無駄か。守護者もクローリードの作ったものだ。クローリードが作ったものはあいつには効かない。そんな、このままじゃみんな消されちゃうよ。どうすればシャオラン君。俺の力はクローカードを使ったものじゃない。もしかしたら。それでみんなを元に戻すの。いやー
丈夫だよ。みんなのところへ行こう。一人にならない。うん、みんな来てほしいって。何時のあるべき姿に戻れ。クローカード。結局言えなかったな、私の気持ち。クローの作りしカードよ。古き姿を捨て生まれ変わる新たな主。気持ちがなくなっても俺またさくらのこと。ショーラーくん、泣かないで、大丈夫よ。あれ、この子。私のこと何とも思ってなくてもいい。私はシャオラン君が好き。私の一番はシャオラン君だよ。俺もだ。
ぶりだね。本当ですわね。エリオル君、ミルク入れる？いえ。シャオラン君は入れるよね。お、おう。私、ケーキを切りますね。いやー、久しぶりやな。元気しとったか？ノー天気。あ、なんか言うたか？いいえ、何も。あ、ケロちゃん、スピネルさん、おやつ持ってきたよ。おたこ焼きやこれは？たこ焼きだよ。スピネルさん、甘いものは苦手だってエリオルくん言ってたから。二人で半分こだよ。ケロちゃんだけ食べちゃダメだからね。いただきます。どないしたんや。本当にお菓子じゃないんですね。おう、この香ばしいソースの匂いが証拠や。私は空の生き物でね。また嘘ついて。本当だよ。あの8本の長い足を超高速で回転させて大空を舞っていたんだそうだよ。お正月にあげるタコはもともとそのタコに糸を縛って飛ばしたのが始まりなんだ。もう嘘ばっかり。たこ焼きの形したスーパーボールなんてあげなきゃよかった。でも珍しいよね、このスーパーボール。Yeah!
じられるかい？スーパーボールが本物のたこ焼きに化けるなんて。また嘘ばっかり。本当だって。ほら、見てごらんよ。あれはさすがに食われへんか。そうですね。はいよ。これが本物のたこ焼きよ。山崎くんが持ってるのはスーパーボール。確かにそうだけど、さっきは本当にたこ焼きだったんだって。はいはい。ケロちゃん、どこ行ってたの？部屋にいなかったから心配してたんだよ。聞くも涙、語るも涙の大冒険があったんや。え？ところで、さっきお父さんがたこ焼き買ってきたんだけど、まだ食べる？ん？お腹いっぱいだよね。な、なんやって？あまり食べすぎてお腹壊さないようにね。いただきます！お菓子も好きだけど、たこ焼きも好き。うん。ま、一個だけ置いといたるわ。